古市君武蔵、古市君武昭和9年1月28日は、日本の学者、工学博士、帝国大学工科大学所大学長、東京仏学校所大校長、土木学会所大会長、日本工学会理事長、理科学研究所、第二大所長、東京帝国大学名誉教授、男爵、帝国大学工科大学長、土木学会長、 工学会理事長として、日本近代工学並びに土木工学の制度を作った。古市君武,武は、姫路藩士、古市隆の長男として1854年に、江戸の藩屋敷で生まれた。1869年に、旧幕府の改正所を復興し開校した、改正学校に入学し、1870年には、姫路藩の更新生として、大学南校へ進学した。 1873年には改正学校に設置された諸芸学科へ進学。1875年、諸芸学修行のため文部省最初の留学生として欧米諸国へ派遣されることとなった。1879年8月、フランスの中央工業大学を卒業して、工学士の学位を受領。同年にはパリ大学理学部に入学。翌年には同校を卒業して、 理学士の学位を受領している。帰国した古市は1880年12月、内務省土木局雇いとなり、内務技師として現場で勤務する傍ら、翌年には東京大学講師を兼任することとなり、以後、官僚技術者と大学教官の二足のわらじを履いた。1886年5月1日には32歳に、して帝国大学校科大学所大学長に就任。 また、初代文部次官の辻真次らと、同年5月に、仏学会、同年11月に、東京仏学校を設立し、東京仏学校の初代校長にも就任した。1890年9月29日、貴族選議員に直戦。1894年には、内務省の初代土木議官に就任して、土木行政の改善を図り、土木放棄を制定するなど、技術上、 東京都文京区本郷2丁目に現存する1887年頃建てたと思われる古市の急遽は住宅及び蔵が2003年3月国の登録有形文化財となった古市は内務省が軌道条例を鉄道作業局と共同所葛していた関係から日本初の都市間高速電車となった阪神電気鉄道の成立にも関与している本来軌道条例は 馬車鉄道や路面電車など、もっぱら道路上を走行する交通機関を前提とした法令であり、より高規格かつ長距離を運行する高速電気鉄道への適用は想定外の事態であった。だが、季節の間鉄線との競合を理由に、施設鉄道法での大阪神戸間電気、鉄道免許出願を鉄道作業局から却下された、阪神電気鉄道による給与の策とも言える。 軌道条例に基づく路線特許出願に対し当時停止時間であった古市は線路のどこかが道路上にあればよかろうとの見解を示して容認した。この見解はほとんど平用軌道区間のない高速電気鉄道が軌道条例軌道法を法的根拠として特許を出願する際の根拠となり以後の日本における鉄道路線網形成に極めて重大な影響を及ぼしている。 この頃から鉄道行政にも携わるようになり、1903年3月31日に当時日本の国有鉄道網を管轄していた鉄道作業局の長官に就任した。彼の在任時には中央本線の開業記念式典が行われた。しかし、日露の緊張が高まったこともあり、9ヶ月で鉄道作業局長官を辞して戦時の補給路となる。 京府鉄道の幹線総裁に着任して、京城不山間の促成工事の指揮を行った。日露戦争後、韓国東韓府鉄道管理局の長官にそのまま留任し、韓国の鉄道整備が一段落したことを受けて1907年6月に長官を辞任して帰国した。ヨーロッパの視察をして、日本にも地下鉄が必要であると考えるようになった。早川徳寺は、各方面に実現に向けて、 働きかけを行い、これに対して古市は大いに支援することになった。1920年8月29日に設立された日本最初の地下鉄である東京地下鉄道株式会社の初代社長にも迎えられている。短期間で野村龍太郎に譲っているが、1925年の地下鉄建設機構式では最初に悔いを打っている。古市は 各種官庁への率先しての交渉や、鉄道上に技術者の派遣要請など、発足したばかりの東京地下鉄道の経営に大きな貢献を行った。晩年は、工学系の技術者の国際会議を東京で開催したり、日仏会管理事長を務めたりしたが、1934年1月28日に、万79歳で亡くなった。古市君武子氏は、 内務省土木局のトップとして、全国の河川治水、港湾の集築のみならず、日本近代土木行政の骨格を作るとともに、工科大学長土木学会長、工学会の会長として、日本近代、彼の代表的な功績として、横浜港の建設がある。1905年、横浜港に日本最初の大発の軽戦兵器が完成したが、 その設計を担当したのは古市だった。帝国大学初代総長、渡辺高貴の意向を受け、公衆学校の創立を推進した。渡辺高貴に次管理長に就任。その後も含めて、約34年間にわたって、学院の発展に尽力した。古市は公平無私であり、よく学生を導いたと言われる。また、日本工学会の初代会長として、世界の中で、 日本の工学技術の成果を高めることに寄与した。作家、三島由紀夫の本名、君武は内務官僚であった彼の祖父、平岡定太郎が恩恵を受けた古市君武の名を取って命名した。古市は慎重な学者肌の性格で政治的な駆け引きの世界や実業界からは離れていた。農学を趣味とし、関全流農学士の梅若実に入門して取り組んでいた。 梅若流独立騒動にあたっては、古市が朝廷に奔走している。古市の書き残した5年間の多数の講義ノートは、国名を極め正確な上に緻密で、古市文庫として、東大工学部土木工学科に現存している。異界勲章等外国勲章拝用隠居。ありがとうございます。